どうも、キッシュです。こんばんは。はい、ということで、今回の動画はちょっとね、緊急になるんですけれども、ちょっと報告をしたいことがございまして、この動画を撮らせていただいております。で、前回かな、フィナステリド中止3ヶ月目と、金髪2ヶ月目報告っていうのをさせてもらった時に、抜け毛がそんなに甘く変わらないみたいな話と、あと伸び具合が全然ないみたいな話をさせていただいたと思うんですけれども、そこから正直、1週間から2週間ぐらい経っている状況でございます。で、結果から言うと、今隠してます。ちょっと見せましょうか。今撮ってるのが7月の7日かな？七夕の日ですね。お願い事をする日なんですけれども、最近ね、ずっと雨続きで、しかもちょっと暑い状況。で、僕、ほとんどもうずっとその期間バイトをしてて、ずっとウィッグを被ってるっていう状況があって、本当に蒸れるんですよ。ウィッグの中とか。で、そういう毎日を過ごしていった結果、こうなったんですよね。見えますか？これさ、ちょっと自分でもびっくりしたんです。今日さっき気づいたんですけど、こんな感じになっちゃったんですよ。ね、やばいでしょこれ。抜け毛がね、バリクソすぎて、で、かつ、伸び具合が全然ないって言ってたんですけど、実はそっから、なんか急にね、黒い部分がまた増え始めて、で、ちょっと抜きましょうか。ああ。すごい黒い部分もちょっと目立ち始めて、なんかね、よりちょっとハゲ感が増してしまったんですね。あのね、抜け毛がやばい、今。本当に抜けまくってて。これね、今、まだお風呂は入る前なんですけど、あ、で、今日は休みだったんです。まあこれ今撮ってるのが夜で、前の日にお風呂入って、今夜になってお風呂入ろうかなって思ってる時なんですけれども、そこで今気づいたんですけど、やばいっしょ、これ。まあ多分ね、これは多分フィナステリドの影響ではないと思うんです。おそらく帽子とかウィッグのせいが強いと思うんですけど、今もね、こうピッてやって毛見たんですけど、毛根がゲリクソ弱まってる、今。いい言い方じゃないけども。すぐ抜けちゃうし、本当にまずい状況。このペースでいったら、去年の倍剥げるんじゃないかぐらい、ちょっと加速してる状況なんで、ちょっとね、本当は金髪を、フィナステリドやめて6ヶ月、で、金髪も、まあ、そのぐらいのタイミングまでとは思ってたんですけれども、ちょっとね、考えちゃうよね。さらに金髪にするのか、またまた夏だけ金髪やめて、また冬になって、落ち着いてきたら、また金髪に戻すかとか、ちょっと考えちゃうんですけど、本当にやばい、今。っていう報告です。ね、ウィッグのせいだと思うんですよ、シンプルに。で、今すごい毛根が弱まってるのかもしれないけれども、これ、なんか薄さは変わってないような気もするけど、なんかハゲ感がすごい増したというか、急激に伸び始めてそうなったのか、それともシンプルに薄くなったのか、ちょっとそれはね、微妙なところなんですけど、困ってるんですよね。だから、まあ、近日中にちょっとね、髪を切ろうかなと思ってます。あ、特にこの辺ね、ちょっともうちょっとボリュームをなくして、もう少しこう、シュッとした髪型、多分、遠くから見たら、まあ、この辺さえ抑えればもうちょっとハゲ感薄まるかなっていう気もするんで、ちょっとこの辺はね、美容師さんに相談して切っていきたいなと思います。このままだとね、夏、誰ともデートできないし、まあ、そもそもコロナでデートはそんなできないかもしれないんですけど、まあ、誰かとデートしたいからね、モテたいから、ちょっと、頑張って、なんとか少しでも一本でも抜け毛を減らすように、ちょっとこれから頑張っていきたいなっていう、まあ、決意表明の意味でもちょっとこの動画を上げさせていただきました。本当にやばい。うん。だから皆さんもちょっと帽子をかぶるような職業だったりとか、あとは金髪を考えていた人とかは、ちょっと要注意ですね。工夫してなんかちょっと抜けない対策だったりとか、こまめにね、油を落としたりだとか、汚れ落としたりだとか、あとなるべく毛穴をね、引き締める、抜けないように引き締めるような活動、髪を守る行動を皆さん、取っていきましょう。そんな感じです。はい。ということで以上、キッシュでした。随時こういうことがあればね、定例報告ではないかもしれないけれども、皆さんにお伝えしていければなと思いますので、チャンネル登録、インスタも、ツイッターもフォローしていただいて、ぜひぜひ僕のことをよろしくお願いいたします。はい、以上です。